29にしちゃった。ではですね、描写を挟ませていただきます、はい。あなたたちは無事準決勝を突破しました。で、決勝戦の準備をするために選手控室に向かうんですけれども、そこの入り口で白髪の少女と立ち合わせます。おお、あ、かわいい、かわいい、こんな子ですね。え、ギャン側じゃん。うん、撫でたくなるやつ。うん、撫でたくなる。はあ、余韻がさっきからね、息が切れてちょっとあどけなさが残るものの、美目秀麗な顔立ちをしており、浮世離れした容姿が周囲の視線を集めている。お、 APP いくつぐらいですか？16とかかな。お、高い。そんぐらいだった気がする。18ではない、はい。あ、でももっと高かったような気もするな。17あったかも。お、すごい。 APP はね、16だ。16か、うん、18だったらニャルを似たかったではね、そこのこの少女と扉の前で待ち合わせたんですけれども、少女が話しかけてきます。あれ、次の決勝戦に出場するんですか？あ、入り口ですみません、今どけますね、言って扉の前から避けます。それは私たちに声かけてきてる。そうだね、うん、扉の前に行ったところで鉢合わせになったような感じです。じゃあ、あ、そうです、あなたもですか？ええ、私も決勝戦に来れたんです。私、平姫ゆずるって言います。同世代で競技会に参加している人はあまりいないので、嬉しくってつい声かけちゃいましたと言いますね。そうですね、じゃあ、まあ、あんまりいないな。俺は鳴海優だ。で、こっちが上敷美優です。鳴海さんに上敷さんですね。よろしくお願いします。あまりお見かけしないですけれど、もしかして今日が初めての競技会だったんですか？あ、そうです、初めての競技会で決勝戦まで進めるなんてすごいですと言ってくれますね。ああ、ランクは一番下ですからね。いやいや、そんなことないですよ。初めてで決勝に残れるのは本当にすごいことです。私の初めての時なんて、神宮くん、あ、私のパートナーにも迷惑かけっぱなしでひどいありさまでしたよと。いやいや、こっちも今さっき踊ったけど迷惑かけっぱなしだったよ。こちらこそなんだか息ぴったりな感じですねと。え？みたいな顔するこんな会話をしているとですね、ゆずる、どうしたと控室の奥から金髪をした目つきの悪い少年が声をかけてきます。お、私の好みの顔をしてる予感がする。そんな好みは、またほくろがあるか、うん、またほくろがあるの。はい、エッチポイント。赤目にほくろはエッチだな。わかる。ですね、白姫が、この出てきた少年に向かって話します。この人たちも私たちと同じで決勝に出るんだよ、ほら自己紹介してと、白姫に促され、少年は神宮サトシだ、よろしく、これでいいかと面倒くさそうに言います。なんかちょっと愛想悪そうなやつだなと思いながらも、あ、こっちこそよろしく。じゃあ、あんま顔は見ずに、亀敷です、よろしく。するとですね、まあそんな話を遮るように神宮が、うん、初心者風情か、初姿だけでそこが知れるな、せいぜいお遊戯会を楽しむんだな、煽ってきます。すごい、あー、どうしよう、食いついた方がいいのか組みついても止めるからいいよあー、なるほど、じゃあちょっと、うん、ちょっと組みつきっていうか食いついて、はい、あ、お遊戯会、こっちは真面目にやってんだよ。
ちょっと近寄って言おうとします、うん、いや言いながら近寄った。なるみの、あの塩ビ服の裾をくって引っ張るじゃああれかな、白姫もジングのことをキュッてこう掴むかな、うん、挑発に乗っちゃダメ。そうやって相手の気を高ぶらせる気なんだ。ああ、なるほど。天狗くん、なんでそんなひどいこと言うの？と白姫もうって怒ってますね。まあその感情気にもしてない神宮は、ボールルームダンスは審査員のチェックを取り合うゼロサムゲームなんだ。敵と話してないで決勝の準備をするぞ。行くぞ白姫と言って手を引いて控室を出ていきます。じゃあその後ろ姿を見て、あの人もきっと余裕がないのよ。ああなるほどなと言いながら、そうですね、掴まれたエンビクグ掴まれっぱなしだなまあさすがにもう言いなくなったら話すよ。話すか、うんうん、言って、まあ、ミオの方、うん、見てますね。振り返って、ね、あなたたちは、聞き耳でロールしてみていいですよ。お、聞き耳、お、成功。成功。成功。すごい。二人とも成功か。じゃあですね、通路で話している二人組の男が話している声が聞こえてきます。今の見たか？ジュニアで活躍してた神宮ペアだよ。あいつら、なんでノービスの試合なんかにいるんだ？確か、フォロワーの白姫が病気かなんかにかかったとかで長いこと姿を見せてなかったけど復帰してたのか。それにしてもあの髪見たか。ダンスが上手いやつはやることも奇抜だねといった会話が聞こえてきます。じゃあそれを見て、なるみの髪を見て、神宮の髪をもう一度見て、なるみの髪をもう一度見て俺それを聞いて、うん、なあミュウ、ちょっと染めていいかな好きにしたら。ちょっと考えとくわはい、そんな会話をしているとアナウンスが流れます。スタンダード、ノービス決勝、樹木、バレツ、フォックス、クイック。あなたたちは会場へと足を運ぶでしょう。さあ決勝が始まります、はあ、ってことは神宮もいるんだね。神宮ペアもいるんだね。そういうことだね。またなるみくんにはちっちゃくなっていただきましょうシュイン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 で決勝には神宮もいます。4ぐらいでいいかな。シュインシュイン。ああ。他の駒も出すか。かな。お。なんかさっき、なんかストックみたいなのついてた人いたよね。ね、それぞれの駒に一応名前つけてるんだけど、うん、こいつはクライマーっていう名前だね。はおやおや登っているこいつはヤマヤがいるエリートエリート、うん、でジングジングこんな感じかな。では、説明をしようかな。決勝はワレツ、スローフォックストロット、クイックステップの3種目になります。各2ターンずつ。2ターン、はいはいはい、合計6ターンですね。ああそういうことか、はいはいはい。目標となるパフォーマンスポイントは150。150ターンで150。はいはい、オッケー。やります。まずはワルツは割と得意なのが2つあるから、そこで点取った方が良さそうだよね。あとを楽にしようそうしよう。まあ、ちょっと参照しやすいように改めてワルツは共有メモ化をもう一回しとくね。はい、ありがとうございます。共通技もついてたからやっとくか。
でもう共通技とかやってる暇ねえな確かに目標が150にしたっけな。さあ稼いでください。稼ぎますハイコバーから行く。じゃ、まあ、とりあえず、とりあえず、まあ、あの進んでからだね。コマの位置はどこにする？ここでいい？ここにする？ここでいいのか。いいよ。じゃあここでいいです。わかりました。ではまず、プレイヤー NPC のコマから移動させます。神宮からぐるっと移動させます。2、4、3、はい、女神の導きだ。導き導けOK じゃあ幸運で振ります。失敗1か6以外だね。そうだね。4 OK。 まあまあまあ4かな。うん、はい、 OK。さてさてしますか。ではどっから行く？ハイホバーから行く？ハイホバーから行く。でもこれ停止させた状態に動きを見せるんだよ。うん、あ、じゃあ最初はシャッセとかから行く。シャッセとかから行こうか。オッケー、じゃあさシャッセで、はい、どうぞ。目星、まあ、そうか、目星かナビゲート、フォロワーが目星かけます。目星にかけます。気配り上手。はい、気配り上手。プラス 20% でくれます。90で振ります。いけ あれクリティカルすればいいんでしょ、まあそういうことですね。あのさ、あれ俺ちょっとこの後あだ名がファンブラになるよまあじゃあ聞き耳でとりあえず振りますね。はい、あやべえやべやべこれやべやべ思いや俺がちょっと不安になってきたわ。思いやりって感じだね俺までドキドキしてきたわドキドキしてじゃあ1ターン目獲得はゼロ初動がクソ、みんな初動がクソだよさあ記憶を見直して2ターン目いきますか。また神宮から動かします。はい、4642、3、4、5、6。面白すぎかな。いや本当にさ、あ、衝突してる。お、クライマーは弾き飛ばされますね。おクライマーがあークライムできてない。クライムオーバーホールかなクライマー弾き飛ばせじゃあどうぞ。ここ普通に振る？普通に振ってワンチャンプラス1を目指した方がいいでは。オッケー、1で6で振ります。うん、ああ、うん、ギリギリいかなかったぐらいだね。オッケー、はい。じゃあ技はどうしますかあれだね、同じのやると落ちるから止まるやつ。ハイホバ、ハイホバ、ね、コンかけ7。はい、わかりました。コンかけ7は100以外成功。どうぞ。よし、お、失敗。じゃあ失敗ですね。あ、いや、これはこれあれか、まだあれだよ、数字の、あ、ミスってるパターンだね、あれが。ミスってるパターンだね。コンかけ、さっきので14×7だね。98だから成功。成功だね。じゃあ1回目成功です。あ、20から得です。はい。2回目はコンかけ6ですね。コンかけ6。96。84。でもコンだけな。確かに。よし。成功。よいしょ。かけ6。ああ。失敗。ファンブルではない。ファンブルじゃない。あぶねえ。あぶねえ。いやあれこんなにミスるっけ。獲得は20ですね。じゃあ、ね、芸術との判定をしましょう。はい、はい、パーフェクトリーディングを使います。はい、はい、使われます。よし、ありがとうオッケー通常通りいきます。はい、じゃあ20かけるって、じゃあ20だ、20獲得です。130
130カード、やべえな、うわ2つで130かけちゃった、増やしておいてください。やばいやばい、マジか。では曲が変わります。新しい曲が追加されます。何がここで稼ぐで、そう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 面白いな。おお、あれ？スローフォックスロット。はい、今曲を追加しておきました。スローフォックストロットか。はいはい。これも共有メモ化しておきます。はい。曲が変わる。なんだこれは。はあ、なるほど。共通技の使用負荷。うんうんうん。同一技の選択不可。芸術ダンスでの芸術度判定は行わず、各技の合計値が最終的なカットポイントです、ね。ロフォックストロットはちょっと特殊なね。この1、2、3、4、5、6個の中から4つを選ぶのか、4つを選んで交互に判定していきます。リーダーが例えばフェザーステップ、その次フォロワーがリバースターンっていう感じでやってくる、はい、という感じですね。はいはいはい。交通技は使えません、うん、まあ、とりあえず回避を私乗せられるし、聞き耳も乗せられるから、多分そこはそっちをやった方がいいと思う。ナビゲートも私は乗せられるけど、ナビゲート回避聞き耳だとどれが一番高い？ナビゲートが40だから、そうだね、聞き耳と回避だね。でも聞き耳も45なのか。まあ65にできるから、まあプラスしてやってもらって、あのアミーゴポイントで。で私がそれ以外の2つからやればいいんだね。 X×4 って昔 DX いくつだったっけ。 DX が15あるから60か、まあ、ワンチャンいけるな。60回避はどれか、歩き50か、まあ、これもアミゴポイントを使えばなんとかなるかな。アミゴポイントか、はい、これ。忍び歩きよりは、忍び歩きでも2回、うん、でも2回やるより聞き耳でプラス20した方が高いね、うん、じゃあそうだね、はい、アントラクシーンは決まりましたかね。うん、これ3ステップやって、ちなみにこれどっちにも私の気配り上手かけることはできるよね。いますよ。 OK、 じゃあいける。3ステップやってなるみが、で次にみゆが、私がデックスかける4かな、シャフテッドライド、うん、でその後が回避、回避リバースターン、まあ、ナビゲートの方とかいい、ナビゲートはいらない？ナビゲートは40だから、上げても 60？ 60、回避。回避を上げた方が、回避とか聞き耳上げた方がいいよね。でもナビゲートやって次の判定プラス 10% 補正は美味しいような。まあまあ、それはそうね。まあそれをやってくれるんだったら、まあ私はだいぶ美味しいけど。そっちをやっておくから。そっちやる？うん、あ、うん、それはそちらで決めて大丈夫。じゃあとりあえず回避のやつからだね。回避のやつから、うん、リバースターン回避で振りますか。はい、頑張れ。あ、20足します。あれで、気配り上手で足します。リバースターンですね。はい、はいはい、1回目どうぞ。失敗ファンブルではないですね。1回目は0。あれ、まあそんなことある。まあ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 、まあ、じゃあ2回目は、はい、2回目はじゃあこっち聞き耳でやってもいいのか。聞き耳の方やらないんだもんね。そうだね。じゃあ私聞き耳にしようかな。3ステップ、うん、3ステップ、うん、3ステップの方が成功率が高いのでそっちにします。わかりました。どうぞ。ちょっとね、よし、OK、 攻めが高い。じゃあ3回目、3回目何をしますか。
わー、ゆうくんはチェンジオブダイレクション、はい、ダイレクションナビゲート、あれ気配り上手乗せます、はい、ナビゲートこれでいくつになるんだ。60になる。60か。じゃあ足しとく、足しとこっかな。いくつだ。そうか、100から同じにしとくか。25とかすると85。あれえ、これって私がここでクリティカル出さないと全て台無し。そういうことです。あのさ、ちょっとごめんねじゃあデクスかけるよ。はい、デクスかけよう。まあじゃあもうクリティカル出さなきゃいけないから、もういいや。もう気軽に振ろう。うん、うん、あ、普通に成功してるんだな。あ、ごめん、ちょっと荷物が届いたっぽいから、はい、少々お待ちください。ちょっと休憩。はい。あれ？すごいね。あの、俺のため、すごいね。すごいね。俺のためにこうダイスを振るシナリオだとはいえ、すごいね。90オーバーの数値だけで集計取ったっす。ゼロ。え、じゃあ次で130稼がなきゃいけないってこと？え、待って、次で130。え、無理じゃない？うん、バルツで20。バルツで20がマジで痛い。うん、バルツ20。まあ一回ファンブルが重なったから、まあなんかある意味それで良かった感あるけど、うん、まあね。え、ちょっと待って、俺なんかお払いした方がいいじゃん。戻りました。お帰りお払い受けた方がいいよ。ちょっと俺記憶飛んじゃってるんだけど、獲得ポイント何ポイントになったんだっけ。20、20だね。あ、そうですか。そのポイントが20だね。今ね。はい、ファンブルがありましたね。ファンブルが多々ありましたね。というわけで獲得ポイントは0ですね。0です。厳しい。これ次の種目が130取らなきゃいけない。息切れてきた。いや本当に、なんでこんなドキドキしてんの。まあスリルがあった方がね、何事も面白いから。いや、そうっすね。最後で返り咲けばいいのさ。やろ。ではオッケーオッケー。2ターン目だってさっきだって130ぐらい取ったじゃん。ああ確かに、そういうもんだよ。それも出せばいいんだよ。出せばいい。確かに釣りロールから行います。まず神宮ペアから順番に出してますね。はい、5 5 3。背中にファンブルを背負う男めちゃめちゃ面白い。くっそ、さすがに今日だけは飲んでやるよ、ちくしょう。うわ、プラス1のところ乗られたか。当たりに行った方がいいかな。当たりに。いや、それはない。まあ、回避とかナビゲートに自信があるならそれもありっちゃうかな。回避してもでもマイナス20かかるんでしょ。いや、回避ナビゲートに成功するとあれはなし。あ、なし？その後の、STR 対抗に失敗するとマイナスになる。うん、ね、じゃあ回避あれ、あの、ね、聞く間にジョーズかける。オッケー。まあ、やる気があるんだったらそれでいいよ。いや、あの、まずは、はい、女神の、まずは女神の導きで、はい、とりあえずね、はい、とりま女神の導き、はい、50台振ります。あ、うん、はい、あ、まあ、じゃあもう頑張って1を出して、頑張って1を出す。気合いだ。はい、あ、ぶつかることはなくなった。よかった。では技に移りましょうか。あー、しんどい、はい、技のあれを出してください。あ、何を使いますか。え、技なんだっけ。
な次が、3次がなんだっけ、スローフォックストロットの次が、いやクイックステップですね。まずスローフォックストロットの2ターン目なんで、ああじゃあ同じものなんだ、曲は同じですほどね。じゃあ同じことやろ、同じことやろ、同じことやろリバースなんだ。まずはあれ入れます、キックバリ上手入れます。はいはい、はい、でロールをしていきます。頑張れ、あ頑張れ頑張れ、俺回避に回ったね、え回避成功しないんじゃない、してしろ、成功成功圧をかけた次私ね、キミミ、うん、結局チェンジオブダイレクションやるんだよね。そうだね、やるってことでいいんだよね。うん、オッケー、じゃあ聞き耳でいきます。はい、なんでおやタクが荒ぶってらっしゃる。はい、2回目ゼロです。3回目は3回目が出せ、どっちか。ここはチェンジブレイでしょ。いやまあこれぶっちゃけなんでもいいんじゃないもう。うん、なんでもいいんじゃない。これクイフェザーステップやっといた方がいいかな。あどうかな。安定回数を増やすっていうのは一個ポイントかもしれないね。まあそうね、うん、ありかも。これどっちにも気配り上手かけれる？かけれますよ。あでも忍び歩きか。じゃあかけれねえわ。あーそっかそっかそっか。ナビゲチェンジオブダイレクションでいくかな。あでもあれでいいんじゃない、どうせクリティカルをどっちかしなきゃいけないんだから。うんそうだよね。だからなんかフェザーステップで回数増やせばいいんじゃない。なるほど、じゃあ忍び歩き、うん、スペシャルじゃなくてクリティカルだからそのまま振るよ。うんいいよ、うん、なんか面白すぎるな。面白すぎんなこれ、最高に面白いわ。いやおスペシャル、惜しい惜しい、もう一回もう一回、今度はクリティカルだ、大丈夫いけるいけ、はいやれ、忍び歩きでそのまま振ります。どうぞ、うん、成功ですね。私が全部負債を回収すればいいんだな。じゃあ最後、待て待て待て、じゃあシャッセトゥーライトで、はい、シャッセトゥーライト、セクスかける4ね、かけ4、クリティカルを出すぐらい余裕ですよ。ダメだ、普通の成功ですね。うそーゼロじゃん。あなたたちはまあ頑張ったんですが足がもつるんでこの場に倒れ込んでしまった。ゼロでしたと、マジか。ここで描写を挟ませていただきます。はい、あなたたちがパフォーマンスを行った瞬間、ドクリと背後で嫌な気配がした。空気が変わる、歓声が上がり、会場の視線すべてが神宮ペアに絡め取られるのを感じた。そしてあなたたちは神宮の背中から薄ピンク色の羽のようなものが生えている幻影を視界に捉え、ドクリとした恐怖を感じた。突然クドル始まったが、成功ゼロ失敗 1D3。 どうした、突然クドルが始まった。失敗 1D3 ですね。成功、成功はゼロ、はい、減らしておいてください。はい、また、審査員の視線を奪われたことにより本ターンで得られるパフォーマンスポイントはゼロとなる。あーじゃあ一緒だ。あーじゃあ一緒だわ。うわ、はい、2曲目終了になります。うわ、これで2曲目終了か。はい、3曲目に行きます。あじゃあまだまだあとは2回ターンがある、まま、そうですね、まあ2回もできれば余裕ですよね。まあ、2回もできれば、あと余裕で、まあまあ、ける、じゃあ次の曲はクイックステップになります。はい、ステップ、はい、新しい曲ですのでディスコの方にも上げておきました。でよいしょ、どういうメモなのにも、いや本当だよ、なんだこのハンブルイップ、どういうメモか。
おかしいわ、クリティカルの数が少ねえ。少ねえ、確かに。かなり苦しんでますね。苦しんでるよ。を変えときますか。流れた。この曲懐かしいな。でしょ。いいわ。跳躍。跳躍そっちは高いんだよね。85あるんだよね。私も75あるわ。跳躍のやつがいいかな。ステップホップ。このステップホップっていうのは2人が同時に成功した回数？あ、計5回か。交互にやるのね。あ、うん、なるほど。これはリーダーの方が早いのが有利だね。ああ、そうだね。うん。で、キックは何？20か。双方がロールに成功した場合、2つのダイス目の差を計算し、20以内であれば追加で、おお。なんとなく見終わりましたかね。うん。そのダイスの差を計算し20以内ってどういうこと？あの、私が例えば15とかで、そっちが18とかだったら3でしょ、差が。だから、それで追加で30ポイント得られるってこと。なるほどね。だと思う。ここでもう一個だけ描写を入れさせていただきます。はい。はい。はい。おや？追加ルール。会場ボルテージ、会場の盛り上がりによって会場ボルテージが上がりました。はい、ここで共有メモも1個追加しておきます。はい、追加ルール、会場ボルテージ、会場ボルテージの数値が基礎倍率に加算されます。お、やった。しかし元の基礎倍率が0、つまり2人とも芸術度判定に失敗している場合は会場ボルテージの加算はありません。じゃあ1人成功したら2になるってことだね。ということですね。芸術ダンスのロールでクリティカルを出した場合、ターン終了後に会場ボルテージが1上昇します。なるほどね。なるほどね。なるほどね。あ、いいじゃん。では運命のクイックステップやっていきましょうか。まずは NPC のコマが移動します。また神宮から順番に動かしていきます。3、2、5、2、3。とりあえずティップシートゥにする。3、4、5。うん、そうだね。ティップシートゥで2人が回避に成功して、この10成功してウッドベッカーが一番稼げるんだよね、やろうとした。20、判定に成功、まあどっちも成功すれば40足す30で70。ん、先にこっちやっとく？ウッドベッカーやっとく？やっとく？いやでも跳躍を5回やって、うんうん、で3回成功しておけば30になるじゃん。うんうん、で、ティープC2で、2人成功して、で、2人ともダンスに成功すれば、これで130だよ。ウッドペッカーやっとく？ウッドペッカーにする？ウッドペッカーやっとく？ホップステップの方があんまり取れないもんね。でもまあ、うん、とか言って。まあでも、そっか、解除ボルテージが1上がってるから、どっちか1人でも成功すれば20になるのか。うん。あー、どうする？ホップステップの方が成功して40。5回判定。キックでも私そんなに高くねえんだよな。うんうんうん。そっちもキック65だから変わんない。
成功率だったら回避の方が高くないか。高いね、うん、こっちにしとく？そっち回避がいくつだ？回避ね、ね、70。君は成功する前提で、あの、はい。私があのかけるから補正を。それで成功する前提で、私があと何回成功できるかってことね。70も成功する前提だよ。何し、何言ってんだ。おめえ、ふざけんな。70も成功する前提だ。当たり前だ。5回成功してやるよ。間違いないな。よしよし。間違いないな、これ。これにしよう。面白いな。はい。これ行くとしたら、ステップホップ。まあでも、ステップホップをやることによって、ファンブロー出る確率は増えるんだけど。まあね。あの、そう考えちゃダメだから。考えちゃ、そうだね。うん。うん、どっちがいい？なんかウッドペカやりたい？いや、入るんだったら今行く。回避じゃね、これ跳躍だ、跳躍は75、跳躍75だし、そっちも85だから、うん、跳躍ステップホップ入れてるピクシーと、うん、にする、するか、どうしようか。よし、技はどれ？ステップホップで。はい、わかりました、うん、じゃあ交互に跳躍でロールしてください。どっちが先でもいいですよ。どっちが先がいいね。オッケー、その方が85だから。85で振ります。はい、1回目成功。で、私振ります。はい、オッケー、1回目成功。成功で、もう1回跳躍。いいぞ。成功。あ、ごめん、1回目失敗。いやいやいや、で、ここでもう1回跳躍。うん、素晴らしい、ウシャル、よし、素晴らしい。じゃあ4回成功ですね。4回成功だね。40プラス10で、まずその技は50。 OK。 あ、芸術度の判定をしましょう。はい、使わせていただき、はい、ありがとうございます。パーフェクトリーニングで振ります。おっと、失敗。 OK、 じゃあここはダンスで15くらい使っとくか。そんないく？75から25にしても、もともと35だからね。5使うね。5使ってくね。60。これでダンス60なんだよ。頑張れ。いや、あ、違うか。25。さっきが75だったから、50。25足して、うん、そうか、でしょ、なんで25を足して、今元の値なんだ、いくつ？35、75からでしょ、ダンスが35か、70、70、いけ、ごめん、70か、これで70か、なるほどな、よし、成功。では回転ボルテージもあるのでかける2になりますね。つまり100獲得。ありがとう。ごめんね。いや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 、よかったよかったよかった。あと30。ちゃんと言ってよかった。よかった。あと30ね。増やしておいてください。120になったので。はい。はい。はい、じゃあもうティプシー2にしよう。ティプシー2にしよう。では最終ターン。うん、また神宮から動かします。では5162345 5 3 4 5 5 3 4 5。はい、とりあえず幸運使っとく。そうだね、ぶつかるといけないので、ぶつかるといけないからね。そうね、導きます。はい、あ、素晴らしい。 OKOK、 じゃあ1かな。移動するか。はい、神宮に当たりに行かないの。行かない行かない、冷静でいろ。では技の選択をしてください。はい、あれ、ティプシー2、ティプシー2、はい、回避、回避ですね。バフをいただいて92。はい、いきます。気配り上手。はい、はい、よし、行こう。よし、じゃあ私も回避ね。はい、危ない危ない。では1人成功ですので20ですね。 20、 OK、 これで1人が成功すれば130届くから。届くから
じゃあとりあえず頑張って成功させます。あのもちろん使いますパーフェクトリーで、はい、ありがとうございます。振ります。はい、うそちょっと待って、失敗ですね。ごめんかけとけばよかった、ごめん。いや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 、ここはうそ、いくつ使うかな。うそでしょ。いやいやいや、私出目悪すぎじゃない、どうした。それ俺なんだよな。20使う。はい、 55。よし、スイーティカル。すごすぎる。うまい。感動的か。かける。こけそうになったのは抑えるわ。はい。感動的だ。達成かな。よし。いやー。すごすぎる。熱いね。待って、60じゃなくない？2。まあまあ120届いたからいいか。クリティカルだからプラス2で基礎倍率で1で3でプラス1人だから。基礎倍率4だから20で80でしょ。そうだね、80になるわ。強っ。いや最後見せたね。ねえ、曲が終わる、うん、すごすぎ。ありがとう、ありがとう、こっちこそ。帰り咲いた。お疲れ様でした。最初の、うん、失敗がやばすぎた。すげえ。興奮する。なんかどう、なんかこう脳内物質がやばい、うん、ドバドバ出てる。ドバドバしてる。目が冴えるぜ。うわやん。かなり白熱だったね。白熱だった。いやマジで面白い、これ。うん、これすげえ。フテルフっていうかボドゲとしてめちゃめちゃ面白いわ。うわ、が終わりました。なんだこの、最後クリティカルで決めるの最高すぎか。最高だったな、超かっこよかったな。最後なんか途中のなんかファンブルとか知らねえわ。もう最後決めたからね。決めたからもう終わりよければ全てよしっていうじゃん。完璧だわ、完璧だわ。表彰式が始まります。ですね、審査委員長が結果を読み上げます。皆さん素晴らしいダンスでした。それぞれ思い思い思いはあるかもしれませんが、優勝者を1人決めなきゃ、1ペア決めなければなりません。発表いたします。優勝神宮ペア、君たちの実力が飛び抜けていたよ、優勝おめでとう、と言って審査委員長が神宮ペアにトロフィーを渡します。じゃあ拍手をします。うん、拍手してます。はい、準優勝なるみペア。準優勝、準優勝、あ、うん、じゃあ前に出て、うん、そう前に出るね、はい、うん、前に出て一礼をし て, してそうですね、まあ前に出てもらいに行くときにそのトロフィーをもらって戻ってくる神宮とすれ違います。その時に神宮がこう言いますね。遊び半分かと思っていたが、お前たちもなかなかやるようだな。遊びなんかでやってられるものですか。と笑って去っていきます。うん、じゃあであなたたちは前に出てくとき手つないでると思うのでちょっとキュッと強めに握りますね、はい、じゃあ少し照れくさそうにしながら握り返します、うん、で審査委員長は君たちに賞状を渡してくれます。はい、その時にこう言うかな。君たちのダンスは荒い部分は多かったが、どこか応援したくなるようなダンスだったよ。これからも練習に励みなさい。じゃあありがとうございますと、ありがとうございますと礼をして、うん、はい、受け取りますね。した。そして激動の三笠宮杯は終わりを迎えていくんですけれども、もう一つちょっとだけシーンがあります。はい、
なんかシナリオが終わった気分だわ。わかる。まだまだこれからなんだけどな。そうなんだけどね。表彰式を終えて、戻ってきた先には本郷と北条が、本郷が言ってくれますね。いいダンスだった。ま、初めてにしては頑張った方じゃねえか。すいません、言われて、あざす。でも、かなり助けられましたよ。でも、一つ、上に登れた感覚はあります。うん、いいダンスだったよな。なあ、北条と本郷が聞くと、え、あ、そうね、とってもいいダンスだったわよ、よく頑張ったわね、と言ってくれます。じゃあ、ありがとうございます。私こそたくさん助けてもらいました。なんだ、お前たち一丁前悔しいのか。そりゃ当然本気でやってますから。まあこんなもんかなで納得はしたくないですね。うん、お前たちいい表情してるぞ。その気持ち忘れるなよ。また再来月にな、天上天下杯っていうでっかい大会が開催されるらしいんだ。なんだその不吉な。新設された階級に関係なく出場できるでかい大会だぞ。そこで今日のリベンジだな。了解っす。ダメなとこもいろいろ見つけたけど、まだまだできそうなんでやりますよ。はいはい。かくして三笠宮杯は幕を閉じた。初めての競技会、優の覚醒、神宮ペアとの出会い、次の目標は天上天下杯。このシーンは以上になります。